和野です。いや、今日日中暑すぎるですよ。29度ですって。ついさっきね、ついさっきっていうか、まあ今もね、ずっとそれやってたんだけど、ラティアスのレイドね、やってました。で、今日あんまりいい答えいなかったんですけどね、ついさっき1911、非常にね、93% ぐらいかな、のやつを見つけたんですが、まあゲットできず。エクセレント、チキっちゃうね。こう答えちゃうと、うわっ、どうしようってなってね、例えばその、あれになっちゃうんですよ。エクセレント2、3回外したらもう、ああ、もうグレートにしようみたいになっちゃって、結局入んないみたいなさ。でね、ちょっとついさっきフィールドリサーチのタスクでリザードのやつですね、来月のコミュニティデイね、がやっぱりこう注目されているので、高校大地がやっぱり欲しいということで、ちょっとそちらをね取ってこようと思います。よっしゃー、グレートスローさんかい、はいな、よっしゃー、オッケー、はい、来ました、リザード。あ、まあ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 って感じですね。よし、3発目、オッケー、ゲット。とりあえずね、取ることができました。よかったです。はい、ラッタとかね、ああいうやっぱでかいやつだよね、リングでかいやつだとすごいね、さっくり取れますね。さっきのね、リザードに関係して、ちょっとね、話したい、内容とか、一旦家に戻って、家でね、この後、ちょっとね、今日話したいことをいろいろギュギュッとまとめて話そうと思います。あ、オープニングのね、質問、いつもやってるやつ、ちょっとね、後ろの方に持っていこうと思っています。ということで、一旦家に戻りましょう。はい、ただいま戻りました。ということでね、さっきのね、ロケの時にちょっと話したかった内容なんですけども、人影。まあ、みんなね、注目してると思うんですよね。で、さっきまあ、リザードを僕はまあね、入手したんですけれども、その、あいつら、人影自体の巣がない方。巣がない方、雨どうしようかなって多分悩んでると思うんですよね。そういった方の、ちょっとね、ためにちょっとお話ししたいのが、タスクですよね。人影と、あとあいつですね、リザード、それぞれが入手できるタスクっていうのを、まあ皆様ね、あれ？ごめんなさい。俺今、話そうと思って気づいたわ。多分前動画で多分話してんな、その話。人影がそもそも入手どうしようって方が、どうするべきみたいな話多分したな。やってるわ、俺。今話して、あれこの情報俺覚えがあるなっていうので今気づきましたわ。話した内容はさすがに覚えてるんだけどな。しかも直近だったね。1年前とかだったらわかるけどさ、忘れてるのも。ちょっと自分がちょっと不安になったな。まあいいか。他にもちょっと話したい内容があるので、ちょっと言わせてください。はい。本日ですね、EX レイド配布がまた来ましたね。はい。ということで、週に1回、何かしら、まあ、配布のタイミングが来ると。結構ね、すでに連チャンで、当選してる方っていうのもね、結構いらっしゃると思います。で、EX 関連だと、その、やっぱ未だにミュウツー取れてないですっていうね、お話している方、リプライとかいただくんですよね。コメントとかでもたまにいただきます。そういった方はですね、やっぱりその、まあ、僕から言えることって基本的に公式さんが言っているアナウンスと全く同じになっちゃうんですけど、スポンサーや、あとはその、広いジム、公園ですよね。広い公園の、ジム。で、広い公園でもそもそも EX レイド全然開催されてないような場所もあったりするんですよね。僕は東京だと、まあ、上野公園とか日比谷公園ですよね。この2個が、要はその歩きやすさと、あと、美味しい数だった時の総数の多さみたいな、ものをこう考慮して、結構いることが多いんですね。っていうところで、よく言わするんですけど、この辺で EX レイドが当選した試しが僕はないんですね。聞いた話によると日比谷公園とかでもあったりはするんですけれども、ちょっとね、その各公演には、当選していないっていうようなね、情報が来ています。すごい回数が少ないと思いますね。ということで、もしかしたらポケ活をしている場所がそもそも、その範囲がそもそも EX レイドがこう行われるようなジムがないっていう可能性がちょっと高いと僕は思うんですよね。その1回も当選してないっていう方は。なので、EX レイド、びっくりした、クッションが。EX レイドっていうのは、そもそも、1週間以内ですよね。直近1週間で、挑戦した、レイドですね。レイドで、かつその、レイドを行った、挑戦したジムが、EX レイドパスの配布対象だった場合、抽選が行われるっていうものなので、そもそも、EX レイド当選外ですってところを何度もやってても、まあ、ミュウツーにはやっぱり近づけないんですよね。なので、例えば僕は、1回でも EX レイドが当選したことがあるジム、自分がですよね、自分が当選したことあるところはもう全部覚えておいて、そこは、例えば1週間に1回は挑戦できるようにしておくとか、メインで活動するジムやレイドをやる場所がそもそも EX レイド、行われているのかどうか、こういったものをね一応調べたりとするだけでもちょっと変わってくるのかなと、個人的には思っております。でですね、まあ正直あとその1ヶ月ほどで次のコミュニティデーが来るのはもちろん分かってるんですけれども、今まで不思議なね人影と初代御三家のうちの2匹がねもうコミュニティデーに選出されてるわけじゃないですか。つまりはねゼニガメこいつはもうほぼ確実に来るわけですよね。まあいつ頃になるか分かんないですけど、不思議種があってメリープがあって人影なんで、5月が人影になったら6月またなんか挟んで7月にゼニガメっていうコースの気はやっぱしてるんですよね。てか多分もう皆様そう思ってると思うんですよ。なのでさっき人影が出てくるタスクの話をしたじゃないですか。あいつって人影以外もね御三家パンと出てくるんですよ。人影、ゼニガメ、不思議種っていうことを考えると、不思議種に関しては例えば以前作ったハードプラント、不思議種、これの強化用の飴にもなりますし、ゼニガメが高個体値、例えばもうタスクでもねマックス 100% 個体とかも入手できますので、こいつをゲットしておいて7月ぐらいにおそらく来るであろう、ゼニガメのフィールドコミュニティデイに備えるっていうのがいいかなと思いました。あれですね、なんとなくさ、今までこう行われてきたコミュニティデイって御三家的な立ち位置の存在、まあピカチュウは御三家じゃないですけどみたいに、そのなんていうんですか、馴染み深い、みんなと馴染み深いそのキャラクターポケモンと、あとはそのレア枠みたいなこういう振り幅でやってきてるじゃないですか。ミニリュウもメリープもねレアポケなので両方のポケモンを例えばその高個体値を全部進化させるのではなくて、ある程度取っておくっていうような選択も今後はね結構必要になってくるんだなっていう風にね最近思ってます。だからまあ一旦コミュニティデーが来てしまったものに関しては、まあもう直近でね、そいつを確保しておくっていう需要はないとは思うんですけど、まあ例えばヨーギラスとかダンバル、タツベイとか。この辺っていうのは怪しいですよね。全然ワンチャン、ありそうだと思うんですよね。なので、これらのポケモンを例えばすでにね、図鑑埋めましたと。で、強化もさせましたっていう方は、今後そいつらが卵や野生から高個体値が生まれたならば確保しておいた方がやっぱりいいなって個人的には思います。つうか僕は今そういう風にしてます。まあね、ボックスの空き状況とかにも皆様よると思うので、必ずのこそとは言いにくいんですが、できれば、10玉とかからね生まれてくるようなレアなポケモン、優秀なポケモンの進化前ですよね。っていうのはできれば、何体か確保しておきましょう。そして、おそらく来ますゼニガメですね。まあ人影は今みんなね、人影リザードは高個体値確保してると思うんですけど、ついでにね、ゼニガメもね出てきたら高個体値をギュッと確保しておくといいと思います。他の御三家どうなるんでしょうね。まあ第2世代の爆風雲とかも強いし、第3世代はね、3匹ともそんな CP とかそう種族値的にもねそんな悪くないので、そういった意味では今後、将来を見据えて第3世代第2世代も高個体値御三家持っといてもいいかもしれません。はい、それじゃあ今回もね質問箱にいただきました質問1個読んでいこうと思います。初めて質問させていただきます。ずっと前から気になっていたのですが、ゲームウィズの動画はそのチャンネルの YouTuber さんが自分で編集しているんですか、それとも別の社員さんが編集しているんですか、山田さん教えてください。はい、これなんですけど、基本的には自分ですね。うちの YouTuber と攻略担当の動画やってる人間って結構幅は広いんですね。動画の出演者だけで言ったら幅は広いんですけど、YouTuber と言われる人間たち、この辺の人間たちは、とりあえず自分でやってます、自分で編集してますが、どうしてもねやっぱりその動画を増やすとか、あとそのこういった動画作りたいとか なってくると、どうしても1人だとねこう限界があるんですよね。クオリティとかのその成長にも限界がある、毎日出したいならばっていうことで、サポートの編集マンっていうのがそれぞれについているような状態に、なってます。あとそもそも出演はできるけど編集をやったことない人間っていうのももちろんいるんですよね。初期の僕なんかは完全にそうです、だから初期の僕は、編集は1ミリもできてませんでした。全てねダーさんですよね。ダーさんがやってくれてたんですけど、そこからだんだん僕も編集を覚えていったから、ダーさんから僕の方に、移行してきて、で、その後に今はその宮校長っていうのがね、来てくれたので、山田チャンネルの動画っていうのは僕か、ダーさんか宮校長の3人でやってて、でナウシロとかムジョックスとかもうそれぞれそういった存在がいるみたいな感じですね。まあ、こだわりが強い、この動画はこういう風にやりたいっていう本人が思っている場合はもちろん自分がね、やりますし、まあ、ある程度、任しても OK みたいな時は他の人がやるみたいな、そういったバランスでやってます。はい、ということでね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。